この連続吸血鬼殺人は一体いつまで続くのでしょうか。彼らは一度血の味を知ると忘れられなくなる。吸血鬼は人の血を見た瞬間我を忘れる恐怖といつも戦っている。鬼と人は別々に生きるべきか。俺は汚い体の中に醜い鬼を抱えながら。